さあ誰呼ばれますか。山川が呼ばれました。ヒーローインタビューです。放送席、放送席、そしてライオンズファンの皆さん、今日のヒーローは先制と勝ち越しタイムリーを含む猛打賞3打点の活躍、山川穂高選手です。素晴らしいバッティングでした。ありがとうございます。初回に、初球からあっという間に先制点、あの打席振り返っていただけますか。山川の完全に、勢いで振りました。そして7回に勝ち越しタイムリー、あの打席も振り返っていただけますか。勢いで振りました、はい、そして8回にも11点目となるタイムリーもありました。素晴らしいですね。ありがとうございます。山川選手、あのホームランを含む今連続ヒット中で4試合マルチ安打が続いています。そして今日は猛打賞なんですが、この辺りご自身どのように感じますか。チャンスで打てたので、それは良かったかなと思います。山川選手もちろんなんですが、本当に第4打線打ちますね。打ちますね、はい。本当にライオンズ打線本当につながっていると思うんですが、山川選手から今見てライオンズ今どのように感じますか。まあ、打って、去年も勝ってきたので、今年も引き続き、負けてても勝ってても、次の1点取れるように意識してます。山川選手の活躍もあり、今日は平成最後のカードの初戦をチームは勝ち取りました。ゴールデンウィーク初日集まってくださいましたファンの皆さんにメッセージ最後にお願いします。明日も勝ちます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは山川選手でした。まあ、勢いで打ちましたというコメントが続いたんですが、まあ、確かにこの周りが打つ中でしっかりその山川が4番の役割を果たすというね。そうですね。まあ本当、まあ打ったところ、ね、コースも飛んだところは良かったって言ったら失礼なのかもわからないですけど、まあしかし粘りますし、決め球のオリックスのピッチャーは決め球のフォークだとかっていうのも見逃すし、粘るしっていう、結構痛いやられ方しますよね。